はいどうもアキキュンですということで皆様おはようございます。アクアノーツホリデー隠された記録イエイということで皆さんね、はい、チャンネル登録よろしくお願いいたします。グッド評価もねポチッとしていただければと思います。で何がっていうと今回ねかなりテンション上がってるんですけど、プレステ3のですね解像度設定ですね。かなりねちょっとねしくってたみたいで、あれであれが限界ないと思ったらね、こちらほら超綺麗ですよ。全然やる気がねもう変わってくるっていう。はい、ということで早速やっていきます。よろしくお願いいたします。うわやべえかー、全然違うやん。はいどうも、アキキュンです。ということで、アクアノーツホリデー、隠された記録、続き、プレイしていきます。よろしくお願いいたします。ということでね、こう、画面を見ていただければ、一目瞭然かと思うんですけれども、かなり綺麗な画面になってます。これはやばい。これで海潜るのやばい。前回までね、ちょっとね、本体のね、ディスプレイ設定、映像出力設定がちょっとね、間違ってたみたいで、解像度が落ちてたみたいです。画面の。ところがですよ、なんか荒いなと思ってたんで、ちょっと調べてやってみたら、ほら、綺麗になった。やばい。超綺麗じゃんということでね、はい。ジェシカさんに、綺麗になったジェシカさんに、なんで2回言うてんっていうね、大事なことなんだっていうね、ジェシカさんにね話しかけてみたいと思います。まあ超綺麗じゃん。やばい、早く見に行きたい、潜りたい。何について話そうか。前回ね静かの海っていうところのイベント4つのね音のなる岩をね見つけて、で次行きましょうかっていうところで戻ったってことですね。で次はここに書かれてる調べの海を調べに行くっていうところですね。ってことで順番に聞いていきましょう。海洋音響学について、海洋音響学について知りたいの？勉強熱心ないい子ね。いいわよ、レクチャーしてあげる。あ、よろしく頼むよ。空気中より水中の方が音を伝えることということでは最適な環境なの。なるほど。私が初めてダイビングした時もそんな感じよ。その日はね、とってもいい天気で友人のパティの車で出かけて、そしたらパティは免許取り立てで目的地まで2時間かかって、だんだんお腹もペコペコになってきちゃって、それで立ち寄ったお店が、これがまた、ん？どうしたんだい？またしても彼女の話は迷走するばかりだったとね。運転と一緒でね、よう迷うんでしょうね。はい、ワイズラボについて。ワイズ海洋生物研究所について説明してくれですって。あ、そこに所属する研究員としてね。まあ一応は国立研究所ってことだけど、政府内での存在感は薄いと思うわ。ああ、そうなんだ。ほとんど無視されている状態かも。でも、学会では注目されてはいるんだけどね。ふむふむ、なるほど。でもね、もうあのね、あの顔がね、ちょっとね、ちょっとあれですね、やっぱ気になりますね。でもね、それだけに研究者のプライドは高いし、政府の評価に不満を持つ人も結構いるわ。主任殿なんかが、そう、典型的な例だけどね。それは、なんとなく分かるような気がするな。で、主任殿は主任殿で、権威主義で、背筋主義で、保守的で。政府の評価よりも、彼女の評価の方が、かなり厳しそうであると。はい、最後ですね、調べの海。調べの海で、個人的にはかなり刺激的な海域だわ。
それはどういう意味で。例えば永遠になり続けるオルゴールの伝説があるし、海賊が出没した言い伝えもあるわ。彼女の興味の対象にはすごく偏りが見られるな。ということですね、永遠になり続けるオルゴールで海賊も出てくるっていうみたいですね。怖っ、バイキング怖っ。バッテリー購入していきましょう。バッテリーの購入と、まあいつも通りですね、1万クレジット払いまされます。一言多いね、一言。ナスビー購入してきます。あ、そうだ、持ってる。残念ながら持ってる1個。あー、そういうことか。なんかね、1個こう今置いてきてるんですけど、あの調べの海のところに置いてきてるんですけど、あれかなと思って、もう1個持ってるんかなと思ったら、さえずる魚について。まあね、魚がさえずるってね。さえずる魚ですと。またしてもグラバー君のメルヘン話ですか。やれやれ。まあとにかくご意見をお聞かせください。もう確かに浮き袋を用いて音を発する一部の魚は存在しますかね。かつて私の研究でスケトウダラの浮き袋と発する音との相関関係を調査したところ、その大きさによって音の周波数特性が違うことが判明したのですよ。さらに浮き袋が異常に大きい個体を調べると、その周波数は極めて低いという特徴が観測されたのですが、他にもオス同士の威嚇の時に発する周波数とメスの求愛する時の周波数の違い、数値の関係性をですな。あ、うん、あ、うん。私の海洋生物に関する知識はこのところ増えるばかりだと。ね、浮き袋を利用してこう音を発するんですけど、やっぱオスとメスとでやっぱり違うみたいですね。ワイズラボについて。おお、いいことを聞いてくれますの。ワイズ海洋研究生物研究所の紹介ですと、喜んで説明させていただきましょう。よろしくお願いいたします。おお、買おう買おう、それそれ。他の研究機関に比べますと、ここでの研究成果の評価はすこぶる高いものです。うむ、なるほど。にもかかわらず、政府の無能な役人どもは当研究所の価値を理解しておりません。まったく嘆かわしい。それは確かにそうですね。助成金も少ない中で予算をやりくりする立場がいかほど大変か、あなた分かりますか。分かるような気がします。それならぜひ私のことをあなたにじっくり書いてもらいましょう。そしてここの評価を高めてもらいたいのです。なるほどね。ラマの評価が上がるどころか、ジャーナリストとしてのこちらの評価が危なくなりそうだ。おい、なんてこと言うね。で、最後ですね、調べの海について。はい、調べの海ですか。あまり私には関心ありませんの。ほう、それは学問的な見地から、そういう。いえ、あの海域ではあまり美味しい魚が取れませんので。海洋学に携わる者にはあるまじき発言だったと。ということなんでね、あの調べの海に調べに行きましょうっていうことですね。今日もね、本日もね、あのちょっとね、まあ神気味なのは寝起きだからということで、ご了承いただければと思います。それでは早速調べの海を調べに行きましょう。あね、アクアライブラリー結構ねだってね、またね一通り揃ったら見ていきたいなと思うんですけども、ロウニンアジがいいですね、美味しそうですね。中型、おお、綺麗。これがやっぱ解像度が違うとやっぱ綺麗な。おお、僕はね早くね、お、これジンベエザメかな。
これが見たいんですよ、早く。こいつを。はい、ということで、行きましょうか。はい、ドルフィン。コントロールパネル接続からも設置済みのナスビへ自動航行することができます。はい、っていうことなんでね、あのね、ナス、ここ、はい、全件設置しました。調べの海の入り口のところに設置しております。こちらの方をね、あ、回収もできるの？の方に向かいたいと思います。うわ、解像度綺麗、やっべーやな、ほんま、すげえな。全然違う。全然違うんですよ。お、ナスオートパイロット。ナスオートパイロット。ま、言ってます。ナビゲーションシグナルユニットのことですね。ナス。決してね、ナスビのことで、うわ、綺麗、ちょっと待って。海ん中綺麗、やっべ、やべえ。ということでね、回収しといた方がいいんかな、回収しといた方がいいんかな。はい、回収しときまーす。で、またちょっと先へ進んだら、設置したいと思います。うーわ、海ん中が綺麗すぎて。カワハギ。おう、ニュー。ピック。波旗を発見しました。これは？これ見たことないよね。クイーンエンゼル。で、調べの海を調べに来たんですけど、目的は何やっていう。適当に探索しておけばいいんかな？まあ、とりあえずね、見たことない魚もいっぱいいますし。なんせもう画面が綺麗なんで、うーわ、もう。すごいすごい。やばいやばい。え、ちょっと待ってくれ。何個おったんだろう。ミューになったの、ミューになったの。似てない？ミューになったの。ヒイラギ。あ、ヒイラギもね、日本の海で釣れますよね。これはいいか。赤い。ちょっと待って、海賊が出るとかって言ってたけど、あ、石鯛いいね。石鯛好きですわ、美味しいんですよねっつって食べたら、これくっそうまいんですよ。もうね、釣りたての魚はね、何も味付けせんでもね、もう焼くだけでね、塩味がして美味しいんですよね。特に、あ、アテンション、あ、いけない、あ、いけないとこか。なんか海賊がとか言ってましたけど、なんか船がね、沈んでたように見えます。あ、ここはもういけないところ。ぐるっと回りたいと思います。あれ？また？ちょっと待って。今の石台じゃなかった？ああ、ちょっとぐるぐる回ると目が回ってしまいますので、ちょっとね、そういったところ、操作がちょっとね、なぜ不慣れなもんで。ああ、癒され、もうこういう海面に映った、この、なんていうの、このこれ。これこれ、海面が映ってる。これめっちゃ綺麗。ああ、なごむ、癒されるわー。やばいわー。仕事行きたくなくなるわー。ね。もうほんまね、スキューバとかね、こう、非日常を経験してね、体験してね、こう、ストレスをね、発散したいんですけどね、滑らやっこう。したいんですけどね。やっぱね、なんせね、外に出れないんで、外に出れることはないんで。ムロラン銀歩。シマキン着布。あ、う、あ、あ、これ、うわ、いや、これ。これが怖くてね、海行けないんですよ。これが怖くて。ホホジロザメ。おお、やばいって。うわ、サメだ。
ホジロザメです。キャプテン、凶暴な性格と言われてますが、こちらに危害を与える可能性は皆無と判断できます。そう言われても心臓がバクバクするな。うわ、ちょっと待って、うわ、これはちょっと上昇はね、上ボタンです。そんなまで上昇します。うわ、見たい、うわ、あ、びっくりした、あ、びっくりした、怖い。追いかけろ、ブーストよし、いた、ぶつかったか、うわ、見て、うわ、すっげーかっこいい。これが見たかったってすぐ見つけてしもたけど、ゲーム終わってまうんちゃうか、これも。ああ、ほらほら、うう、あ、ホホジロザメとまた違うのか。あー、こわ、あー、世界いた、あー、世界いたね、こういうことあるでしょう。だから海行けないんですよ。サメは見たいと、近くでこう魚は見たい、サメは見たい、だけども海には怖くて行けない、そういうとこですね。で、それをね、今こんなんもう、これで十分よ、もうゲームで十分、全然十分。で、さっき V があった、その V があったから、その V のあの V にね、この V をね、VV とね、差し込んでね、バッテリーを補充したいと思います。あれ違う、これ、あれ違う、これ違う、補充されたやつでした、最初のやつでした。ちょっとサメ追いかけすぎて、さっき見つけたのがどこ行ったかわからなくなるっていう。ああ、あるあるですね、テンション上がりすぎてね、どこ行ったかわからなくなるっていう、よくあるパターンですね。フィンエンゼル、あれ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 、その部位の、はい、この部位のその部位、このその部位のあの部位にどの部位を差し込もうかっていうね。はい、釣りを交換しました。はい、ということでね、行ける範囲が広がりましたと。で、どうやってナスビ発生するんだっけ、ナスビ、どうすんだっけ、あれ、ナスビどうすんだっけ、これ、あ、セレクト、あ、セレクト。あ、なんか変なの出てきた。R3 ボタンを押し込むことで、ノースロックとビューロックが変わりますっていうことですね。まっすぐ向いていけるかどうかっていうことなんですけど、セレクトだよな。はい、ナスビを、はい、発射しておきます。はい。で、バッテリーをね、違うということなんで、コントロールパネルを開きましてですね、キシラベース戻ってバッテリーを購入してからまた戻ってきたいと思います。あー、びっくりした、サメはビビるわ。はい、必要なもんなんでね。ああ、めっちゃ汗かいた、マジで。ということで、もう一度さっきの続きのナスビのところまで行きたいと思います。ああ、汗かいた、寒いなと思って冷房消したのに。はい、ということで到着しましたので、続きプレイしていきます。赤いね、草ふぐ、下の方にもね、ちょっとね、地面の方にも何かいそうなんで、なんかこう調べの海に来た時は、その最初にね、あのデモ画面というか、に、あの、あれが言いましたけど、これ。あ、違う。ハーレクイーン、タスクフィッシュ。
皆さんもね、タスク管理はちょっとしっかりしてね、仕事の方ね、滞りなく進むように。何の話やねん。もう仕事のこと忘れろって言ってんのに、もう。せっかくこうやって海の中来てんのに忘れ、マサバ。おぉ。マサバがいました。マサバ、こんなところに。うわ、めっちゃいる、めっちゃいる。うーわ。ね、でもあれですよね。多分ね、皆さんも同じだと思うんですけど、水族館行ったら、ね、やっぱ、美味しそうやなっていう目で見てしまいますよ。何これ？大量になんかいるで。ゴンズイ。ゴンズイ。うわ、いっぱいいる。うわ、きれい。ちょ、待って。あ、なんかビクビクし、え？あ、びっくりした。こいつには気をつけろっていう意味だと思った。ビビらせるぜ。うん、ゴンズイ、いいね。水族館行ったらね、なんか、あ、美味しそうっていう目で見てしまいますよね、やっぱりね。すごい、綺麗わ。ちょっと端っこすぎて、ちょっとこれ以上行けないみたいなんですけど。下の方になんか。あ、おお、なんかでっかいのおるやん。なにこれ。うーわ、やっぱ、なにこれ。あー、でっかー。こんなとこにこんな泳いでんの。マジかよ。なにこれ、なにこれ。セミクジラ。セミクジラと仲良くなれたみたいね。基本的におとなしい子だから、子が多いから、もっと仲良くなれるのも早いかもよ。近くで見ると。すごい迫力だよ。そうそう、そういえばこのエリアの海域に不思議な話があるんだけど知りたい？ん？いや、今度ゆっくり。地元の素潜りで漁をする人たちの間では有名な話なの。こっちの話を聞いていないな。ん？顔よ、顔。あの辺にずっと昔に沈んだオルゴールがあって永遠に音を奏でているんですって。あ、出たよ、オルゴール。イベント発生者、救いの歌声、永遠に奏でるオルゴール、なんだかロマンチックすぎる話だな。ロマンチックな話だけど私は信じるわ。うん、アクアヘブンに戻った時に詳しく教えてあげる。じゃあね。でっけえ、こんなん見たいけどよっていう。おう、すげえ。ね、あんな見たいですけどね。コンスピキュオスエンゼルフィッシュ。すみつぎ殿様だ。あ、その部位ありましたね。よし。あれ、補充できるのかな、これ。いける。ワーニングの部分ですけど。なんとなくゲームのやり方ね、分かってきまして、まあまあ、こうやってバッテリーを補充しながらいけるところを進めていけばっていうところですね。もうこの、見て、この海面が綺麗で、この光の差し込み具合がもうたまらん、もう最高。ああ、もうずっとここにいた。ずっとここにいたよ、もうほんまに。っていうとこなんでね、バッテリーを、あ、カブトガニー天然記念物ですけど、違う、セーフです。あ、しまった。持ってくるべきやった。まあ、いっか。っていうことなんで、一旦戻って、話を聞いてバッテリーを買いましょうか。
アクアフォト。アクアフォト機能の調整が終わったわよ。何それ。ありがとう。これで写真撮影ができるってわけで。あ、何それ。詳しくはドルフィン2号に聞いてちょうだい。素敵な写真が撮れるといいわね。マジか、そんな機能あんの。やばいやん。ありがとう。あ、マジだ。ありがとう。ドルフィン2レベルアップ。アクアフォトが撮れるようになりました。イエーイ、やったぜ。何について話すか。なり続けるオルゴールについて聞いてみましょう。なんだっけ、なんだかんだ言ってやっぱり興味あるのね。じゃあ教えてあげるわ。ああ、手短に頼むよ。沈んだのは19世紀総督府のもとへチューリッヒ製のオルゴールが寄贈されるはずだったの。なるほど。でも輸送中に船が強風に遭遇しちゃったの。ああ、その時海にオルゴールを落としたってわけだ。うん、でもその時からずっと海の中で塔を奏で続けてるらしいわ。本当だったらすごいな。ちょっと信じがたい話だけど。でもね、今でもそのオルゴールを見聞きした人が何人もいるんだって。本当かい。ええ、これってやっぱり何か根拠があると思わない。確かに興味深い話ではあるな。今度あの海峡を調査する機会があれば探してみるか。でバッテリーを購入して、はい、もうね、もうほんま決める前な顔。永遠になり続けるオルゴールですと。またジェシカ君のオカルト趣味ですか。やれやれ。いや、絶対にありえないと。当然です。そんなおとぎ話の類には興味ありませんの。何かの間違いでしょう。この人に尋ねたのが間違いだったようだ。そんなことない。はい、ということなんで、ね、そうですね、じゃあもう一回海探索しに行きたいと思います。セレクトボタンで、セレクトボタンでフォトショットセレクトできるようになりました。セレクトボタンを押すごとにコックピット右下のブーストゲージのショットアイコンがブーストなすびとフォトとで切り替わります。もっと詳しく教えてくれ。ブーストゲージのショットアイコンをフォトに切り替え、三角ボタンでショットすると撮影できます。撮影はセレクトボタンで選んで、三角ボタンとジャーナリストたるものには撮影が不可欠、活用させてもらうよ。はい、それではセレクトボタンを押してブーストゲージのショットアイコンを切り替えてみてください。セレクトボタンを押してショットアイコンを切り替えてください。セレクトボタンを押してショットアイコンを切り替えてください。はい、切り替えます。はい、切り替えた。はい、切り替えた。ちょっとアイコンがフォトと表示されている状態で、三角ボタンでショットすると撮影できます。なお撮影した画像は HDD に保存されます。保存された画像は XMBTM のフォト列で確認できます。なんやこれ、どこでや。まあスクショ撮れるっていうことですね。じゃあなんかナスミを撮れってことか。これはピッ。なになに。あ、しばらく取られへんってこと。そういうことね。なるほど。オッケー。で、ナスビを回収して、先に進みたいと思います。
あ、なんか魚の群れがいる。まず脱オオカマス。まだこの中に数種類違うやつがおるとか、そういうやつがある。オオカマス、うん、綺麗な。おお、マジで、おお、すげえ。なんか一匹だけはぐれてる。あ、いい匂い。あ、なんやねん、ラブラブデートしてるやん。ラブラブ、ラブラドールやん。違うか。ハシナガチョウチョウウオ発見しました。超綺麗なんですけど、この海面のこのね、あれが波紋というか、もう地面にこう反射してるのが超綺麗やん。あ、来た、ちょっと待って、いいの来た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 。よしよしよし、上昇して上昇して、ほらほらほら、行くぜ、取るぜ。よし、近づいてきて。違う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 、ああ正面から、いた、正面から取りたかったのに。おいおいおい、ああ、正面から取りたかったのに、思ったような取れんかった。ショック。ミスショットでミスターショック。何それ、何やそれ、おきれ。何これ、金色の魚、こんなんの。コガネシマアジ。あ、いたー、ほら、これあれでしょ、ほら。違う、あれ、ちっちゃ。熊の目、ほら、ファインディングにも。ちっちゃ。あ、操作が難しいわ。よいしょ。ね、超綺麗。超綺麗じゃん。え、なんかすごく、あ、なんかいた、なにこれ。海蛇、のびのびと泳いでるな。青まだら海蛇です。牙に、うわ、牙に強力な神経毒を持ち、噛まれた場合死に至る可能性もあります。こいつの周りがのびのびできないな。イエーイ、すごーい。見て見て見て、ほら、うーわ、超綺麗じゃん。あ、消えた。威嚇してんの？何これ？当たったから威嚇してる？おお、ああ、びっくりした。いた。ごめんごめん。ごめんごめん。なんかある。なんかあるで。何これ？何このゆるキャラみたいな。ちょっと待って、海底人か？ちょっと待ってよ。なにこれ、海底人か。その前なんかちっちゃい魚もんね。カンモリベラ。え、入れんのこれ。あ、なんや、イザナイの海の敵、道しるべ。この先イザナイの海、行っていいの。イザナわれてしまっていいの。ちょっとめっちゃ怖いねんけど。これこういうのよ。こういうの。こう、ね、海水浴行って、こうね、ちょっと深いとこ行って、浮き輪使って、こう深いとこ行って、こうね、下見るでしょ。なんかこういう黒い影みたいなのが あるんですよ。こういう。こういう黒い影が上からこう見たときにね。怖い怖い。あー、これ入るのめっちゃドキドキする。どうしよう。行く？今日はやめとく？今日はやめとく？イェーイ、もっとダメ。今日はやめとこ。
ていうかあれやな、その部位がないな。うわ、髪に映ってる姿が綺麗。あれ、オルゴール的にはなかったけど、あれいいんかな。どうする、ここ行くしかない。いざなわれてしまっていいかな。やか、いざなわれてしまう。ああ、いいんかな、行って行けるんかな。この先の会議は進むことは不可能です、キャプテン。どういうことだ。現段階ではこれ以上深く潜ることが不可能です。なるほど。っていうことらしいですね。ということでまだなんで、やっぱりオルゴールの方を探してからっていうことでしょうかね。話ちゃんと聞いてなかったんな。なんか素潜りしててどうのこうのっつってたからな。やっぱ海底の方を見ていかなあかんのかな。ちょっと下の方見ていこうかな。これはニューの連天薬庫。何これ、キノコか。ニュー長飯。どこ行ったんやろな。これは、あ、カスダメ見たな。あ、これ戻るとか、あ、これもうなんや、これか。道しるべのやつですね。こっちから来ますよ。こっちから、こっちがあれですよっていうね。海底人かと思ったびっくりした。あれ、バッテリー補充できるかな。あ、できんのかな。あ、行かれへんってこと。あれ、バッテリー補充できんの、あれ。あ、そうな。無理やんか。え、人の顔、人の顔してない。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って、人の顔してない。あ、石だ。石だ、うまそう。てよ、ほら、
どうだった？よく見ると、人の顔してるぞ、この岩。錯覚です、キャプテン。え、でも、え、そうなん、錯覚？岩の凹凸の、岩の表面の凹凸がそう見えるだけです。そうなのか。人面魚を発見しました。なんや。そうなの？凹凸がそう見えるだけですよ。そういう凹凸をしてるんじゃない？人の顔に見えるようにわざわざ。でそんなことよりもよ、オルゴールばい、オルゴール。あ、行かれへんねん。ここ行かれへんねん。このほら、この船が沈んでるとこ行かれへんねん。お宝がザックザックありそうやんのに。あれ、さっきのクジラ？あ、ああ、あった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 。よし。あ、ニューやって。六千スズメだ。よし、順調ですね。ああ、びっくりした。もう、こういうの怖いわ、もう。あれ、あ、そんなことは？何？新しい怪奇？ああ、何何？綺麗じゃん、超綺麗じゃん。現在ツインピークスに接近しました、キャプテン。ツインピークス？同時にできた2つの海底火山がつながったものです。へえ、なるほど。ツインピークスは2つながりの海底火山と。ツインピークス発見しました。おお、1枚もらった。ラッキー。発見しました。こんなん誰でも見つけるやろっていうね。で、その部位を発見して、今度ね、この多分ここのね、沈んでる船のとこに行くんだと思うんですけれども、一旦戻って、そろそろね、まあ、45分くらいなんですけど、ちょっと時間も時間なんで、そろそろね、現実に戻るね、準備をしないと。あ、嫌だ、仕事行きたくない。はい、ということで、ナスビを設置しまして、戻りたいと思います。岸田ベース、二条高校。はい。ということでね、バッテリーを購入して、はい、ということでね、今回調べの海を、まあ、ある程度調べまして、ね、いや、ダジャレじゃない、ダジャレじゃない、ダジャレ、いや、そんなつもりじゃないって、そんな、ダジャレじゃない、そんな、っていうね、まあ、調べ、ある程度調べて、で、まあ、次のとこね、行きましょうっていう穴のところに行ったんですけど、ちょっとまだ行けないみたいなんで、やっぱりオルゴールについて調べていかないと行けないなっていうところで、で、なんか船が沈んでるっぽいところに次行けるように、バッテリーを補充して、その部位のね、あの部位にね、この部位をね、差し込んでバッテリー補充しましたんで、次そこから始めていきたいと思います。今回ちょっと時間、そうそうね、時間なんで、
これで終わりたいと思います。かなり綺麗な解像度になってると思うんで、画面になってると思うんで、これはもうブクブク潜りたいなっていう、今後もね続けてブクブク潜りたいなっていうところですね。はい、長々と皆様ご視聴ありがとうございました。ね、グッド評価とね、チャンネル登録の方ねしていただければね励みになりますので、よろしくお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。グッドラック。あ、違う違う違う、ご視聴それではね、皆さんご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。今日も一日頑張れっつ。これでいいかな。